はい、どうも、美レジェンド神谷です。ご覧ください、じゃじゃんとケーキでございますね。これもう今バレンタインだからね、なんかケーキ、チョコケーキのように思われるかもしれないんですが、当然ですが、こちらのケーキは美レジェンド激うまチョコで作ったチョコケーキでございます。で、あのね、これ実はすごいんですよ。これね、朝出勤してきたらですね、スタッフから声がかかって、ちなみにそのスタッフっていうのは女子ではなく男子なんですけれども、なんかね、男子スタッフが、これ柿谷さん作ってきたんで動画にどうですかって持ってきたんで、見てみるとこれだったんですよ。なんて女子力の高い男子スタッフと思いきや、なんか奥さんが作ったみたいで、いやこれね、いやこれちょっとマジ見てくださいよ。これはね、もうアマチュアの域ではないですよ。なんかガチのやつ、ガチの。でね、これどういう形かというと、プロテインチョコケーキなんですが、この上にかかってた白いやつあるでしょ、この白いのがそんなバナナ風味をかけてあるらしいんですよ。もうね、マニアックすぎてすごいですね。でね、ちなみにこれ入ってるのはこの15センチらしいんですね。これちょっとここにいろいろ書いてあるんですけど、15センチらしいんですが、これ1個分で、激うまチョコが 70g とアーモンドパウダー 40g とココアパウダー無糖のものが、おー、考えてるね、ココアパウダー無糖のものが 20g で、無塩バターが 50g、 ラカント、甘味料ですね、ラカントが 40g と卵が2つ、2個と牛乳が 90cc とベーキングパウダーが 5g という形でできてます。でこれでね、これ全体でいくと、タンパク質が 79.65g とれば 80g で、6分の1個ということは3分の1の半分だから、これぐらいかな、これぐらいのやつ1個で 13.27g のタンパク質と 15.42g の脂質と、あと 4.77g の糖質でございます。いやー、なかなか、なんかね、食べるのもったいないんだけどね、食べないとダメだから食べてみましょう。なんか6分の1個って書いてあるから6分の1個にしたいんだけど、これぐらいで6分の1だと思います。これは食べ応えあるぞ。ちょっと見せようか、ね、こんな感じ。はい、見えてるかな。ちょっとこれ以上上げるの怖いんで、さあ今日ですね、ちょっとこのままいただいちゃいましょう。ほら見て見て、ほら超うまそうでしょ。でここにバナナがかかってるね。ということでいただきます。美味しそう。うんうん、おいしい。なんかね、見た目もっとなんかしっとりしてるのかなと思うけど、サクッと食べれるね。プロテインが入ってるからどうしてもこんな感じになるね。うんうんうん、あ、なるほど。どっちかっていうと、ケーキというよりもクッキーに近い感じかな、食感としては。クッキーに近い、やっぱりね、タンパク質なんですよ。タンパク質って熱変性を起こすので、お肉でもそうだし卵でもそうなんだけど、タンパク質って熱を帯びるとどんどん熱変性、熱が変わるっていう感じね、熱変性で硬くなるんですよ。だからこれも見た目は非常にしっとりなんですけど、食べるとこう、まあ、クッキーまでいかないけど、そんな感じ。美味しい。いただきます。このベリーもそのダメなんですね。ベリー、うん、うん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 、この動画を通じてスタッフの奥さんにお礼をね、ありがとうございます、いつもお世話になっております。はい、あれだね、うちのリアスタ通信ね、リアスタ通信でもプロテインのレシピ、いろいろね、ビレジェンド使ったレシピいつも載っけてますけど、プロテインスイーツも美味しいよね。うまそうでしょ。あれ、まさに寝ない、俺が食べてると。いや、女子の皆さん、ぜひですね、ちょっとこれレシピね、今から載せますので、男子に作ってあげてください。これはね、喜びますよ。特に、マッチョ女子はもちろんのこと、マッチョ男子と一緒にいるね、パートナーの方もですね、ビーレジェンドプロテインチョコケーキ作ってあげてください。ということで、
まあ、バレンタインなんでね、ぜひ皆さんに楽しんでもらいたいなというプロテインチョコケーキのご紹介でした。ぜひ食べてみてください。ちょっと今から食べますんで、それではさようなら。